はい、いつもの皆様、長野公平邸でございます。まあ、別にここに用事があるわけではないんですが、見てください、これ選挙の時になってですね、これ真っ昼間ですよ、日曜の真っ昼間からですね、このようにもう完全に隔離体制というか、子供5人もおるのにこんな閉めてるということは、この家住んでへんのかということです。多分この前でですね、私がじゃんじゃんとですね、まあ、長野公平市長の悪事をつらつらと、まあ、三昼夜にわたって述べるのではないかという、その恐ろしさからですね、もうこれどっかへ飛んでいってですね、まあ、とんずらをするということになっても、まあ、そんなことを別に言いたいわけではないんですけども、これもあんまり構わんほうがいいですよ。これね、はっきり言って、これ氾濫福祉事業会の儲けにしかなりませんから、それは子ども虐待する氾濫福祉事業会ですからね。これ私取りたいのはこっちなんですよ。この畑、誰の畑かと申しますとですね、もちろんこれ長野の畑ということになっております。長野と申しましても、これ公平はですね、市長はこれ何かいじってるわけではないんです。こう綺麗にしてるように見えますけども、それ誰かを人をですね、まあ、使ってないのなのかどうなのか分かりませんけども、これ高尾氏ですね、高尾パパがですね、この畑をいじっておるんです。ところがですね、これ問題なのは、ここでですね、まあさすがにここではせえへんやろけども、この位置ね、位置と言うたら、あの向こうの壁の位置かどうか分かりませんけども、ここへん、この辺か分かりませんよ。立ちションをしとるっちゅうんですよ。長野高尾成恵ですね、元市会議員、そして府会議員のものがですね、こんなとこで立ちションするんです。自分の土地やが立ちションしてええのかっちゅう話ですよね。で、近隣の方からですね、高尾が立ち寄してどうしようもないんやけど、ちょっと高平さん、これなんとかしてくれへんかというふうに言われてですね、まあ、選挙中にもかかわらずですね、もう仕方がないので、まあ、一応注意喚起ということで、これ取っておるわけですけども、これ土地が長野高尾の土地であってもですね、ここで、まあ、お粗末なものをチャックを開いて出すというようなことはですね、わいせつ物陳列罪に当たるのではないかというふうに考えております。放尿ですね、それも高尾パパは年なんぼですか、もう70回ってるでしょ、80近いんじゃないですか。そういった70を回ったおじいさんがですね、まあ、しかもまあ地元の名士ですよ。三田町からすればですね、地元の名士というふうに言われかねないような、そういった方がですね、ここでですね、お粗末な性器を露出をして、しかも放尿シーンを三田町の皆様へこれご開陳をされるというようなことがあってええのかということです。これについてですね、ぜひとも本来はこの息子である長野公平市長にお伺いをしたかったわけでございますけども、こっち何だと思います。これ山田市民センターですよ。市の施設がこんなところにある、そこの真前で、しかも図書館もあるわけです。この真前でここでですね、長野高尾放尿ショーが行われておるということは、これ日夜放尿ショーが行われておるということは、非常にこれ岸和田市のですね、治安を守るものとして問題だということを提起をいたしておきます。近隣の方々からもですね、長野高尾を正面してしゃあないがどないもならのかというような苦情が私のもとに入っておるということ、この動画を公開することによってですね、長野市長におかれましては、父親のしつけちゃんとしとけということを申し上げておきます。